東大阪市。町工場の数が5000を超えるものづくりの町です。その一つ、セイコー SCM は照明器具を作る会社で、金属板をヘラ1本で成形するヘラ絞りで高い技術を誇ります。ある日の朝礼、集まった面々が見上げるのは白い布がかけられた壁。東大阪の町工場は4年で432件潰れてます。これが現状です。下請けではなく、スポットが当たって自立成長していく町を作りたい。その町工場にアート作品が出現。これは一体？その2ヶ月前。あ、もう今の一発で4か歳な。はい、やば、すごい。熱心に取材するのは、海外でも活躍する現代アーティストの松岡優輝さん。松岡さんはこの会社のビジョンを社内に示すアート作品の依頼を受けました。これから2ヶ月工場の中で作品を制作します。一方、セイコー SCM は受注生産の先細りに不安を感じ、自社ブランドとして金属加工の技術を生かした照明や工作キットを開発、収益の柱にしたいと考えていました。欲しいって思ってもらえるような商品の企画、あるいはデザイン、ブランドメーカーがやってくれてたことが町工場でもできるようにならないといけない。でもそこで今回目をつけたのがアートでした。日本のものづくりはいいものを安くという精神で成長してきました。でもそれが今限界に当たっていると思うんです。アートというのはこれと全く対極にあると思います。おそらく原価は数千円でしょう。これが作品になった時に何千万という価値を生み出すわけです。この対極にあるアートを製造現場に持ち込むことで、そこから何か本当に新しい製品が生まれてくるかもしれません。両者を仲介したこのプロジェクトの仕掛け人に狙いを聞くと、アーティストが入ってくるとか、ミュージシャンが入ってくるとか、なんかこういう異分子をぶつけられた時に、もう固定概念がこう崩れ去るというか、もう正解が分からなくなるっていう状態に一回追いやらないと、新しいその創発って生まれないと思う。1ヶ月後の11月中旬。お疲れ様です。お疲れ様です。松岡さん、社員とすっかり打ち解けた様子。ちなみになんで青なんですか？これね、最初に社長にお話しした時にボーダレスっていうのにすごい強い信念を感じたんですよ。で、まあ、これどこを空に見てどこを海に見るかはもう皆さんにお任せで。そんな深く考えられないから普通に圧倒されてる今照明のことばっかり考えたら本当に固まったものしかできてこないので、はい、照明と例えば別のものを組み合わせて、例えば、まあ、いろんなことを混ぜながら、まあ、もう本当に混ざり合いながら新しいものを作れたらいいなってちょっと思いました。アート思考がじわじわ伝わり始めていました。12月中旬、松岡さんの作品が完成しました。では字幕の方よろしくお願いいたします。新しいものを生み出す集団へ、生まれ変わる第一歩です。ゼロからずっと経過を見るっていうストーリーを見るということは、体験、体感にするっていうことは刺激というか、きっかけの一つだけだと認識してます。